災害に取り組まれるその特性を厳密に各国 の、 主催者である政府とか、とても忙しい中、そういうことで、トリチウムというのは、それを海に流すってとんでもないことです。拡散するのは良くない。放射能を閉じ込めるしかないんです。動かさない。それを逆のことを国はやろうとしている。世界中で大反対しているのに、とんでもないことだと思って今日は来ました。大量のトリチウムだけではなくて、今現在、7割近くの水でトリチウム以外の放射性物質も基準を超えているんですね。私は静岡から来たんですけれども、静岡でも汚染水を流すなという行動を挙げています。